ごきげんよう。感動起爆剤、感動起爆剤研究所の所長の宮崎文隆です。今日は2023年7月の18日火曜日です。先ほどエンゼルス対ヤンキースの試合が終わりました。今日は翔平タイム、感動タイムがありましたね。球場が総立ち、もううわっと、もうみんなこんなことがあるのかという、もう関東以外何もないという、うわーっと心が震えました。それは7回、1対3でビハインド2点でした。そしてツーアウトランナー1塁です。そして大谷翔平が登場しました。そしたら向こうのスタッフがですね、ピッチングコーチもマウンドに集まってみんなで打ち合わせです。うわーこれ深呼吸に打ち合わせしてるんかなと思ってちょっとドキドキしました。なんと、まあ申告敬はしないけども打たれないところに行って勝負するという話がまとまったようですね。でもピッチャーが投げたら大谷は真ん中の方に来た時に空振りでツーストライク取られたんですね。いやーこれでワンボールツーストライク、そのツーストライク目は真ん中に来たボール大谷翔平、まあ空振りだったんですね。これでがぜんピッチャーはもう打たれないところに投げるつもりが、これは勝負できると思ってピッチャーが勝負に来ました。アウトコーナーへ切れました。その瞬間カーン、左中間にホームラン、同点ツーランホームラン、3試合連続です。もう会場球場はうわー総立ちの歓声も総立ち、そして珍しいんですが大谷翔平も一塁へ向かった時にガッツポーズと、はーっと吠えてましたね。あれだけの吠えるボタン、まああんまり見たことないですね。いや、打った本人も大感動ですけど、見てた大谷ファン、エンゼルスファン、球場、もう敵味方もないぐらい、うわヤンキースのジャッジも負けられていましたけど、まあ、勝負をピッチャー出た。そこを一発逃さずに、カーン35号、両リーグ通してホームラントップです。いや、今日は4打数3安打、1敬遠ですからね、1申告敬遠があったでしょう。あの7回も、まあ申告敬遠ならばいいと私は願いました。申告敬遠だったら手間足も出ない、私は勝利でも。でも、何が、こうヤンキースもヤンキースは、やっぱりピッチャーも、ワンボール、ツーストライクになると、やっぱり大谷翔平取りたいじゃないですか。そこを、カーンと左中間スタンドに打った大谷翔平。いやー今日の感動はこの場面が一番でした。そして3対3になりまして延長戦も連れ込んで、そしてエンゼルスは延長戦でヒットを打ってサヨナラ勝ち、4対3でヤンキースを破りました。いやー今日は何といっても関東のあの35号、3試合連続35号のツーラン同点ホームラン、これにつきますね。感動、これだけで今日の試合を見た甲斐がありました。いやチャンネル登録も前進する、私が感動するぐらい前進したいなと願っております。今日も大谷翔平ありがとう、ごきげんよう。